火を使わないおつまみちくわドッグを作ります。きゅうりは洗って余分な部分をカットし薄くスライスします。塩もみしてしばらく置いておきます。カニカマも小さくカットして、ちくわは切れ目を入れておきます。きゅうりの水抜きができたら水でしっかり洗って固く絞ってください。器にカニカマ、きゅうり、マヨネーズ、からしを入れよく混ぜてください。味が混ざったらちくわに挟みます。器に盛り付けて刻み海苔をかけたら完成です。いただきます。質問やリクエストはコメント欄にてお待ちしております。材料の一覧は概要欄をご覧ください。